皆さんこんにちは。柴田がすごいことになってますね。もう打ち出の小槌状態になっちゃってるね。柴田がね、なんと今回ライジンに出場して、まあ、勝利を収めて、まあこの一連の中でなんと14本も出してますね。動画をすごいです。味しめてますね。味しめまくってますね。で、ですね、ライジンに出場するまで15万再生とか20万再生とか、アンジャッシュ渡部の謝罪会見で36万再生、まあ、撮ってたんですけど、それ以外まあ大体10万とか20万とか26万とかだったんですけど、その前に僕が負けたじゃないですか。それについてなんと 1,2,3,4 本出してますね、俺について。でそれが69万再生、78万再生、40万再生と、俺とライジンを使ってめちゃめちゃ金稼いでますね。柴田がすごいです。で今回のライジン、まずライジンに出場しますという勝手な動画を撮って、そのまま直談判の動画で、ライジンふざけんな、か俺のカードがないぞと、これ計14本出してますね。すごいすごいっす。もう試合に勝った後なんて160万再生、コージラファエルさんに対しての動画111万再生、ヒロヤを救いた130万再生、うちでの小槌ですね今。味を占めてますね、はい、柴田が。いやー、うん、天才的ですよ、うん、このライジンという舞台に立つことを、なんかその試合で勝つことだけに集中せずに、それをまたチャンスと見るや否や動画にしまくると、稼ぎまくってますね柴田、天才ですよ。やっぱね、残ってるだけありますね、はい、で今年、今月、先月かな、あのチャンネル登録者数5万人も増えたみたいで、いやー柴田救いましたね完全に。弱ったっすね、はい、俺の、まあ、数少ない親友なんでね。はい、柴田は、でも金網ができたんでね、柴田をもう一回芝居とこうかなっていう、またまた柴田を芝居で見たっていう動画をね、あの撮りたいなということで、まあでもあんまいじめちゃうとな、柴田をあんまいじめないでくれっていうなんか人も多いですからね最近。うん、まあ本当に柴田が天才だというね話を動画を撮るために、まあ、撮ってるんですけど、魂売ってますよね YouTube に。みんなもう柴田に翻弄されてますよね。いや天才ですよ。まあでも間違いなくあの試合を本気でやったことで見せたことっていうのはすごいことですからね、あれ、うん、勝つことって。この試合はすごいですね、うん、もう柴田あっぱれよ。あと1ヶ月は持つんじゃないですかね。はい、はい、でまた再生数がだんだん落ちていくと思うんですよね。でまた多分ライジン出ると思うんですよね。すごいですね。次は誰とやるんでしょうか。まあ、コージ選手とやるっていう話が結構進んでますね。もう次の伏線を立てちゃってるんで、柴田はコージ選手を煽りまくってるでしょ、ずっと。その辺が天才なんですよね。もう次の戦いを自分で決めちゃってると。まあ、これでコージ選手が、まあ、やらなかったら逃げたと言われたろうし、なんかもうやるしかない状況に持ってってるんですよね、自分で勝手に。いやー、作詞ですね。しかもなんか別に MMA ルールとかあったらマジで勝負のあると思いますよ、うん、それこそ、ね、体重差は持ってあるわけだし、ワンチャン柴田が勝つ可能性ありますよね、はい、MMA ルールだったら全然あると思う。それ見たいですね。で、コージ選手はなんか結構叩かれちゃってて、柴田のなんか正論っぽい正論っぽいようなことを言うの得意じゃん、柴田、はい、だから本当は多分いろんな理由があったと思うんですけど、まあ、柴田がね、よう味方につけてるんで、うん、結構炎上しちゃってると思うんですよね、コージ選手が。で、コージ選手は全部腐食したいんだったら柴田とやるしかないと、うん、柴田をボコボコにして勝てばもうそれが正しいんでね、コージ選手の方がっていう感じで、まあ試合組まれると思いますね僕は、近い未来。まあ楽しみですねそれも、はい、そこでまた奇跡が起きてね、柴田勝ったらもう柴田ウハウハよ。そうですね、20本は出すんじゃない。わかります。うん、ってな感じでね、まあまあまあ柴田について、柴田を救った話でもしようかなってことで今日動画撮ったんですけど、なんか今日は時間があるんでね、なんかいろんな話でもしようかな。おー、サブちゃんだしね。なんかすごい今話題になってる、うん、カーフキック。ああ、カーフキックね。カーフキックについて、カイがやられちゃったやつね、うん、すごいですね堀口選手のあのなんていうの、戦法も結構研究を重ねたんだろうね。あれももう考えてなかったんですか、カーフキック。
ローキックは絶対打ってくると思ったんだけど、カーフキックをあんなに多用してくるとは思ってなかったね。うん、うん、でまあそうだね、結構回がね前重心なんですよね、ボクシング構えで。カーフキックを避けることが難しかったんでしょうね。それを多分見て研究して弱点だと思ったんでしょうね。まあ俺はサウスポーなんで、オーソだったらそこに気づいてたかもしれないですけど、サウスポーの俺からしてカーフキックっていうのはまああんまりなかったですね、考えが。うん、まあでもなんか勝敗を分けたのはカーフキックだったなっていう印象で、なんかそのカーフキックを攻略できたんだったらもう一回見たい試合ではあるですね。まあ一勝一敗なんで、そこはなんかすごい見たいなって思うし、でもカーフキックを攻略できなかったらまた同じ展開になると思うんで、で今度戦うならカーフキックをまず気をつけないといけないで、今度パンチに集中がいかなくなっちゃったりとかね、うん、なんか一歩なんか取られてる、まあ、今回はでも逆に回が一個有利な状況、カウンターはあるから容易に入ってこれないよっていう中の試合だったんで、はい、まあ、次は堀口選手有利で試合が組まれるとなると試合が進むと思うんですけど、まあカーフキックの攻略を考えようかなと思ってますね。僕一つだけ思いついちゃったんですよね、おーカーフキックの攻略法、頭の中で攻略したんで、まあそれを実際にできるのがちょっと一回試してみようかなって、明日ぐらいに練習で、これはできたら結構逆にカーフキック打った側は痛いんじゃないかなっていう技は見つけちゃったんで、まあ結構ねカーフキックを攻略、カーフキック出たばっかなんですよね、まあ、この 3,4 年の歴史なんで、普通ローキックって太ももに打つのにふくらはぎに打つっていうのは結構最近の新技術で、まあ、MMA 時代が成長してるよっていう話も何回もしてきてると思うんですけど、このカーフキックを攻略すべくカーフキックに対するその返し技みたいなのも出てくるんじゃないかなっていうことですね、まあ、それを考えてカーフキックが通用しない世の中になるかもしれないですね、また 2,3 年後には。まあ、でも今回は本当完敗でしたね、まあ、本人も多分出し切れなかったことがもう悔いとして残ってると思うんで、まあでもすごいね、なんか動画見返してみたんですけど紙一重なんですよね、海が狙ってたアッパーとかも本当になんか紙一重で、当たってたら倒れてるでしょっていうようなパンチもあったんで、結構あの中でもすごいレベルの高い攻防ありましたね正直。まあでも今回は完敗だったということで、また復帰戦に期待ですね。堀口選手もね1年も怪我してようやく復帰してあの試合をですから、さすがやっぱ持ってるなっていうか、うん、さすがだなっていうか、世界で戦ってきたいろんな引き出しを持ってる選手だなという印象でしたね、はい。まあ、カーフキックについてはねそんな感じでちょっと攻略しようかなと思ってるんで、また、まあ、の堀口選手のあの飛び込みの速さもありきの技で、多分普通のカーフキックだったら下位に入れることはできないと思うんですよね、なかなかね速いし、しかもなんかカーフキックに合わせて合わせてたしね、何回かで前に体重が乗ってる時に食らうとより食らうんだよね、前足に全体重が乗ってる時にカーフキックが入るとめっちゃ食らうんで、だ堀口選手はカーフキックする時もう完全にガード固めて打ってたんだけど、だ逆に打ってきてくれた方が、なんていうのかな、右のストレートが打ってきてくれてる時はその瞬間に前に重心が乗ってるんで、そこで入ったらこっちが効かなければめちゃめちゃ効かせられるっていう話で、多分それはもう本当に戦略通りに進んだんでしょうね、うん、後ろ体重で流すだとか距離で外すとかいろんな手段あると思うんですけど、まあそもそもカーフキックに対する返しを考えたいなっていうことで、まあ、ローキックだったらねカットとかあるんですよ、膝で低すぎて膝でカットすることが厳しいということなんで、うん、それに対してどう攻略しようかなっていうところですね、はい。まあ、カーフキックについてはそんな感じかな俺の見解は。まあでも堀口選手がねこれでベラトルのチャンピオンとかとまたやったら面白いですね、アーチュレッタ、堀口選手勝つんじゃないかな多分、そんな気がしますね俺は。あと緊急事態宣言、ああ明日出るんだっけ。そうですねまた厳しい時代がやってきますね、緊急事態宣言か。でも緊急事態宣言今回のはさ結構緩いんでしょ、飲食店だけが損するような発令でしょ。そうですね、うん、結局なんか学校とかもまだ出てないんで分かんないですけど、学校とかも普通に通うし、入試とかの試験ももちろん普通にやるし、でスポーツジムとかも普通に運営できるみたいな話にはなってるっていう話なんで、まあ本当に明日の発表でどうなるのか分かんないですけど、なんか飲食店だけは8時まで営業みたいな感じで、これね結構ねきついですよ飲食店の人々だけは。そうですね、他はなんか
あんまりないって感じで、不要不急のまあ外出は避けましょうねっていう感じで、でも普通にまあ仕事はしなきゃいけないんで、皆さん仕事はするんで普通に出かけると思うんでね。であと不要不急のなんか県をまたぐ行動とかをしないみたいな感じで、あんまりなんか前の緊急事態宣言と比べたらかなり緩い感じはしますね。まあでも1日1200人とか1300人とか出てるもんね。まあ、俺一人もなんか周りでコロナになった人がいないからさ、実感わからないですよね。マジで今通りないですよね。ね、1300人とか、俺たちすごい検査してるじゃん。はい、1300人って言ってもまあ1200万人ぐらいいるじゃん、東京人口。そのうちの何分の1だ、まあ、ちょっと計算わかんないですけど、はい、結構少ないんですよね。うん、ただ1000人に1人だったら結構少ないじゃん。まあ人口的に。うん。なんで、あんまり会ったことないですね。まあでも感染爆発してるということで、まあでも、するよなっていうぐらいの量の人いますからね、渋谷とか行ったらさ、余裕で。まあ今回ばかりはしょうがないですよ。でもなんか2月下旬までにはワクチンの接種ができるように手筈を整えるみたいなニュースやってたんで、まあそれがうまくいけば、そのワクチンに効果があれば結構ねいい感じに減ってくんじゃないかなっていうのはありますけどね。まあ医療がなんか結構大変で1300人とかいるから、なんか医療が崩壊しそうみたいな話も聞いてたんで、医療関係の人々にはもう頭上がんないですよね、やっぱ。あと飲食店の人もなんか救ってあげたいなっていうのはあるんで、なんか緊急事態宣言明けに、なんか、動画で訪れてもいいかもしれないですね。遊びやりたいって言ってました。まあ俺なんか経営とかしたことないんで、あんまりあれですけど、なんか俺が客として行ってみて、ここもっとこうしたらいいんじゃないかみたいな意見を言わせていただいて、でまあ動画にすることによってそこの集客が増えれば救えるかなと思うんで、なんかぜひうちの店で動画を撮ってほしいみたいな方がいたら、まあ、あの概要欄のお仕事のご依頼のメールに、いただければなと思いますね。はい、なんかね、経営者をやったことないんだけど、例えばヒートジムとか、まあ、普通にまあ正社員に働いてるんですけど、なんかすごい一番最初にできた時から堀さんに呼んでいただいたんで、なんかこうしたら会員さんが増えるだとか、このジムをこうした方がいいとか、なんかそういう案はいろいろ出させてもらって、結構なんか経営は得意な気がするんですよね。だから普通に飲食店の店に行って、ここもっとこうしたら集客できるんじゃないですかみたいなアドバイスは、なんかちょっとためになることは言えるのかなと思うんで、その辺もなんかやってみたいですし、なんか実際にその料理とか厨房とかで作るっていうのも体験してみたいですね。うん、で、あの店員として出すとかね。面白いです。それは面白いですね。はい、そういうなんか本当飲食店の人々はねすごい大変だと思うんで、なんか力になれることがあったらなと思いますけどね。まあどちらにしても緊急事態宣言明けですね。まあまあ YouTuber もね、その仕事ですから、なんかこれは不要不急の外出とはならないと思うんですよね。だからなんか最低限のマスクとかもちろん消毒とかさ気をつけながら、ある程度はその撮影とかもできるのかなとは思うんで、まあ、人気の多いところに行かないとかさしなければ、まあ、なんか撮れるのかなっていうのはあるんで、まあ、様子見ながらですけど、あの自粛警備員みたいな人がよくいるじゃん。いましたね。うん、とにかくなんか叩きたいみたいな家に引きこもってても感染リスクが減るかもしれないですけど、経済もあんないし生活できないんで、最低限のそのなんていうのマナーとかを気をつけながらやっていくしかないんですよね。もうみんな家で引きこもればそれは感染は一気に収まると思うんだけど、じゃ誰もなんか生きていけなくなるでしょっていう話で、なんか経済の方面でなんか死んじゃう人が多いと思うんですよね、コロナよりも。うん、でももうそれはもうみんな分かってると思うんで、まあ、ある程度その気をつけながら、まあ、気をつけて協力しながらその仕事も頑張っていくっていうところじゃないですかね。一致団結すれば減っていくんじゃないかなと思うんでね、まあ、人気の多いとこ行かないってことですよね、とりあえず。はい、まあそんな感じで結構話したな。3月にやるのがでかい大会、ね、あ大会やるって言ってましたね。でもやれるのかなっていう話もあるしね、俺からしたら。だってもうこんな2ヶ月前とかに緊急事態宣言が出るような話の中で東京ドームでできるんですかって話じゃん。はい、だからまあそこはちょっと分かんないですね、まだ。うん、で俺たちも運動会やるんですよね、そういえば。天心君と心霊スポットのね、あの時に話してふわっと話してたんで、あの時からずっと動き続けてはいたんですけど、なんかでかい会場を抑えることができなくて、結構半年前とかから抑えないと、うん、埋まっちゃってんですよね、普通に。はい、でもなんだか奇跡的になんか幕張メッセを抑えられたんで、ほうほう、まあなんか
今、まあ、緊急事態宣言明けどうなるのか分からないですけど、一応その会場の半分は入れれるじゃないですか、集客、はい、まあ、ライジンもこの間1万人とか入れてましたけど、で幕張メッセで5000人ぐらいの観客を入れつつ、あの運動会、大運動会を開こうかなと思ってるんで、まあそこで、それが3月20日なんですよね、どっちにしろオフ会みたいなことやってなかったんで、初っすね。なんかそこはぜひ、なんか5000人なんですぐ売れちゃうと思うんですけど、結構有名な方でもみんな出てって感じで、ガチ対決したいですね、青春に戻って。だからまあ3月の試合はね、どうなるんですかね、あればあれあれで楽しみなんですけど、まあ、俺は多分4月とかになると思いますね、試合、まあ、多分できないと思うけどね、もしできなかったら俺たちの運動会もできないだろうし、まあ、どちらにしても3月は、東京ドームなんで、まあ結構すごいカード組んでくるでしょうね、そう、俺の予想だと。タケル対天使はやらないと思うよ。はやらないです。多分共同の大会になるから、3月14日ライジンじゃん、はい、そこにタケル選手が出てくることはまずないと思う、うん、俺の予想だけどね、あくまで。絶対その共同の合同興行みたいなのになると思うから、まあ、もうちょい先だと思いますねって感じで、まあ、はい、いや最近の時事ネタについて語りましたね。そうですね、楽しみですね、今年も何が起きていくのか、ね、はい、まあ、皆さん厳しい時代ですけど、いろいろ乗り越えて頑張っていきましょう、まあ、YouTube チャンネルもね、面白い動画を届けられるように頑張りますんで、はい、練習もしつつ ね、今日金網の練習してきたんですよね、きつかったな、はい、マジで無限スパーリング、そう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 、そんなのあるんだったら前日酒抜いとったもん俺結構飲んじゃいましたから、はい、まあそれはメインチャンネルで後日上がると思うんで、また見てください。じゃあそんな感じで今日はありがとうございました。